届けられましたでしょうか。ありがとうございます。次より拍手を要請する感じです。来月はの和ごみは、10月の第3水曜日。テーマは何ですか。果物の音楽ですね。すみません、ちょっと分かっちゃって申し訳ありません。でそのあたり、10月の26日土曜日に第21回の海の雨室内管弦楽の定期演奏会があります。題目は数字と音楽ということで、いろいろな曲を集めておりますので、ぜひとも足をお運びいただけたら幸いだと思います。なんか演奏会とか報告する方いらっしゃいますか。今日桑田さん、チェロの桑田さんいらしてないですけど、ぜひコンサートを紹介してくださいということで、来月の和みのチラシが皆様のお手元に、ちょっと一番後ろの、席の方々ちょっと入ってないかもしれないんですけど、枚数がないんですけど、すいません。和みのチラシの裏に桑田さんが、演奏される、コンサートがありますので、ぜひそちらの方も、ご覧になって、チケットを購入いただけたらと思います。よろしくお願いします。それで、定期演奏会のチラシも同時に皆様のお手元にあると思いますが、こちらの方は、今日、チケットの方を販売しておりますので、もしご所望の方いらしましたら、ポイントカードと一緒にこちらで、販売しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。私も一つ夢を見ました。二つ見るところに海亀様が箱と海亀様がお腹いっぱいになっているのを夢見ました。お気持ちばかりよろしくお願いします。それではアンコールですけれども、夕焼け小焼け2番まであります。前奏に続いて1番があって、感想があります。そして2番、一緒にご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。